門司赤レンガプレイスで3月2日、マスキングテープ MT の誕生10周年を記念したイベント MT10th Anniversary が始まりました。マスキングテープメーカーの鴨井加工師の主催で、同社のオリジナルテープ数百種類や、これまでデザインに関わったアーティストによる10周年記念限定テープ、関門海峡タコや小倉発祥競輪などのデザインをあしらった北九州限定テープなどが並んでいます。その土地土地の特徴を捉えて毎回作成してるんですけども、ここでいうとこのタコですね、ここは小倉でタコが有名ですからタコっていうものをモチーフにしてます。あとはこれは海峡で昔交易があったことから、そういった欧米から輸入されているようなものを並んでるテープ。あと最後これはですね、この会場である階段ですね、この階段の段差をそれぞれ色を変えてパターン化しているっていう、そういうふうな形で今回はテープを作成しています。以上、関門経済新聞がお伝えしました。